今日未明、マシュマロ学者のダーウィンが進化論なるものを発表しました。進化論？生物学的に画期的な学説であり、我々有類人類が元々は違う生物だったということを示すもののようです。え、なんだそれ、どういうこと？そんでマシュマロ関係ないじゃん。こちらが進化論で発表された内容です。ゆるいマシュマロ、進化、ゆるい人、マシュマロ関係あった。メガ進化、ゆるいタコ、足増えた。ギガ進化、ゆるいケルベロス、足減って顔増えた。テラ進化、ゆるいヤマタノオロチ、もっと顔増えた。隣のカツくんが飼ってるゆるいヤマタノオロチ、ゆるい人類の上位生命体だったんだ。ヤマタノオロチって首が8本だから実際は7マタノオロチだよなー。